ちは。宝塚市にあります中華料理シーファンの松本です。今日はプロの作る梅チャーハンをご紹介します。プロはチャーハンをね、炊かないんです。さあ、どうやって作るんでしょうか。どうぞご覧ください。はい、お米をね、量って洗います。お店のね、チャーハン用のご飯はお米1キロに対して水、1リットルですね。それで蒸し上げます。その前にお米1キロを測って洗ってザルでね、水分を、落とします。はい、1キロ。お米をね、割ってはいけませんのでね、水を吸うと、崩れやすいので、あまり力を入れずに揉むような感じでお米を洗ってあげましょう。で、今のね、精米技術は発達してますのでね、そんなにめちゃくちゃしつこく洗わなくても大丈夫です。米流したらもったいないのでね、これからはザルにあげましょう。これぐらい洗えたら大丈夫です。はい、このまま水を切って30分ほど置いておきます。梅干しを2個使いましょう。種を取ります。種をね、取ってみじん切りにしましょう。梅チャーハンにはね、しらすがめちゃくちゃ合いますのでね、今日はしらすと梅のチャーハンにしてみます。卵たっぷり入れるとね、美味しいです。コシがね、切れるようによく混ぜといてください。
じゃあ米をね、蒸していきます。1kg の米で1リットルの水です。30分蒸します。はい、ご飯が蒸し上がりました。これをね、少しこうほぐします。お米を蒸すことによって、今の炊飯器はもっちりふっくらと仕上がるようにできてるんですけども、チャーハンはもっちりふんわりと仕上がるよりもパラッと仕上がる方が作りやすいんですね。お店では一気にたくさん作ったりする場合もありまして、このように炊飯器で炊くよりも、蒸した方が非常に作りやすいんですね。ではチャーハンを作っていきます。油をね、なじませますよ。鍋の温度がね、熱くならないように一旦返して、鍋の温度が熱い時はね、もう一回冷たい油を入れるなどして温度を下げます。はい、さらに今度は炒める油を入れて卵を入れます。ご飯を入れます。ご飯は必ずね、あったかいご飯使いましょう。冷たいご飯で作るとベチャベチャになる可能性が高いです。卵がお米にまんべんなく混ざるように、コーティングするようにね、素早く混ぜてほぐしていきます。少し炒めていきます。ほぐれてきたところで、お塩、胡椒、はい、さらに炒めていきますよ。中華鍋をね、振るっていう作業は鍋の温度を下げるっていう作業なんですね。まあ、混ぜるというのはこのお玉で混ぜれますが、温度を下げるのはこう火から離すということなんですね。中華レンジは温度が高いので火から離しますが、お家のガスでフライパンで作るときは温度が、火の火力が弱いので、できるだけ置きっぱなしで作っていきます。はい、パラパラしてきましたので味見しましょう。調節をしましたら、ここで梅干しを入れます。梅チャーハンの時はね、梅を初めの方に入れてしまうとお米がパラパラしませんのでね、
後半に入れます。全体にほぐすような感じで炒めていきますよ。パラパラしてきたでしょ。はい、じゃあ仕上げていきます。ここでシラス、はい、シラスはね、ほんのり温まるぐらいでいいんでね。最後にお醤油をちょっと鍋肌に入れて香りを出します。はい、チャーハンいかがでしたでしょうか。梅の香りがねすごいして美味しそうですよ。チャーハンのご飯作り方どうでしたか。炊かないんですね、蒸します。この季節もう梅としらす干しのチャーハンは鉄板ですね。梅の酸味がうまい。はい、こんな感じでこれからも中華料理どんどんご紹介していきますので、どうぞチャンネル登録していただいてご覧になってください。ではまた。